りかな俺。ラストワンマンツアーがエルフィッツォールだったからすげえ久しぶりだ俺も。どうですか。いやなんかこうワクワクしてきました。やっぱこのセット見たりとかするといよいよ。そうね、だってこれ僕年末ぐらいから話準備しててまだ5月だからすごい先のことだなって思いながらもう今日っすから。本当あっという間だよね。あっという間です本当に。あエルイズグリーンノーデーカーエルイズグリーンエルイズグリーンもう相当ブリー相当ブリーやねカメレオブリーやね全然動かしてなくて名古屋市としては L が結構目立つ場所みたいな。そうね、これも可愛いけどな。うん、なんかでもこっちの方が爽やかな感じ。バクさん、ファイナルアンサーはこれで、これとこれで。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。俺の約6年目のライブは、ハクちゃんが全部決めるっていう。私の衣装いますか。今、小石さんの衣装は後じゃないですか。私の衣装は…これあ、君これなめてんな。なめてんね。今ね、ちょんちょんちょんって俺のとこ来て今メイクしてるのって誰って今メイクしてるの誰千尋じゃないよね。どのタイミングでご挨拶するから何を言い出すかと思うよ。何を言ってるのご挨拶するから挨拶しといた方がいいじゃん。よろしくお願いします。カメラを見て。
ちゃん、はいはい、よろしく。もう今頭
さん普通に客席側で聞いてた側というか、あの追っかけしたし、僕が特等席でもう一度ステージに立つっていう選択をしてくれたメンバーの皆さんを前から見ながら、そして参加できたっていうことが本当夢のようで、すごく嬉しかったです。今日本当にありがとうございました。カメレオンになれてたら嬉しいです。よっしゃー。あんまね、鮮度は別になかった、高橋ひかるともよくやってるし、まあ、いざやってみるとやっぱ空気感がやっぱ1人プラスされたことで全然違ったなと、はい、すごい懐かしい気持ちと、とても、温かくですね、迎え入れてくれて、すごいハッピーでハートな空間でした。どうもありがとうございました。6年ぶりのカメレオライブ名古屋、ありがとうございました。みんなね、またカメレオやってくれてありがとうというか、そういうメッセージも今までいただいてましたけど、ありがとうを言うのはね、もう完全に僕の方だな、僕らの方だなと思ったライブでした。俺と高一がね、ベースの高一が肩をこう合わせてるんだ、弾くみたいなシチュエーションがね、ただ1回だけあったんですよ。最後の曲ぐらいだったら幸せなんですけど、それを見たファンの人がもう泣いてる人がいて、それを見て、それでなんか一瞬で時が戻るっていうか、あの頃の多分普通にあれ5年前やってましたけど、その5年半でいろんなとこ行ったりいろんなライブをしてなかったら多分こうはなってないんで、いや、こんなに大きいものだったんだっていうのを再確認したみたいな。次はおはようございます。おい11月とワンマンありますけど、11月ワンマンありますけど、またその笑顔とその嬉し涙が見たいから俺たちはまた帰ってきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。